皆様こんにちは、石原すとみです。医師や看護師とも異なる薬剤師、病院の縁の下の力持ちとして患者さんのために奮闘する姿を描きます。ドラマアンサングシンデレラ病院薬剤師の処方箋、ぜひご覧ください。この夏、病院薬剤師の世界を舞台にした新たな医療ドラマが誕生する。薬剤師は患者さんを守る最後の砦だから。そもそも葵は一人一人の患者さんに関わりすぎ。奈緒ちゃん、私たちの気持ちなんて分かんない。全ての患者の当たり前の毎日を取り戻すため、彼女たちは向き合う。この薬とちゃんと向き合ってほしいの。アンサングシンデレラ、7月16日スタート。